夕暮れの網走帽子岩からの野取岬 by 流氷街道網走道の駅でございます。午前中なんか雨降って、その後晴れたけど風が冷たい網走、今日この頃です。本日水曜日、安心堂は定休日でござる。昔から住んでる人に聞くと、なんか帽子は昔より小さくなったそうです。私はまだ19年目なんでよくわかりませんけど、そんなにまじまじと見てないから。もう即死するとここに、もう少しでもないか、来年の1月ですね、流氷の上を走るあのオーロラ号が来ます。寒いっす。網走のミコネの絵描いた網走公認キャラクターです。ゆるキャラ、こんな自動販売機あったの知らんかった。普通に売ってるものは普通だね。あ、これなんか描いてある。ミコネの紹介描いてる、見えますか。こんな感じです。写真撮っとくか。よいしょ。どう、知らんかった。そこにもタバコすごくあるんだ。私すいません。これですね、自動販売機もあったね。ちゃんと見てないから知らなかった。これがオーロラです。2台オーロラ2なんですよ。1月20日頃かな。これ3号証なんですよね。こっちは自動販売機、知らんかった。これ店舗だったんだ。こんなん全部書いてあるんだ。網走の人知ってました？ああ、この野取岬の兄弟でしょ。自動販売機なんてどんな。寒いな。そして正面の道の駅です。ここで右に行くか。ちょっと離れますね。字が見えない、まだ道の駅。じゃん、駐車場です。風が寒い。今ポケモンにしに来ただけです。逃げられちゃったけど、ギラティナレイド、16時からレイドアワーだけど、
のパスがありません。寒い、本当寒いわ。南国の人はもうダウンが必要ですね。北海道人はまだ、ね、ジャンパーで大丈夫ですけど。じゃあ網走のハリキューマッサージ安心堂でした。